内郷市は、福島県浜通り南部に存在していた市。現在の岩木市内郷駅付近にあたる。福島県浜通り南部に存在した市である。常磐丹田により発展し、後年には、炭鉱の衰退とともに住宅化が進行、隣接する平市のベッドタウンとして機能するようになった。現在の地名では、 いわき市内郷内町、内郷大島町、内郷白水町、内郷高坂町、内郷綴り町、内郷三大堺町、内郷三間町、内郷宮町、内郷高野町の全域、小島町、明治団地、平成の各一部に相当する。内郷村発足時に旧八村の名称と区域を継承した八大寺が設置され、市政後に八大寺は町となった。 その後、1955年に美濃和村大技、高野を編入し、高野町としたことにより、旧町を数えた。内郷市は、1889年に、岩前郡内町村、小島村、白水村、高坂村、綴村、三大境村、大前村、宮村の合併により、岩前郡内郷村として発足した。同時に、旧村名はそれぞれ、 大技名として継承され、大技大馬屋に村役場を設置した。発足当時の人口は2364人で、個数は321個。1896年には岩木軍となり、1894年には岩木炭鉱株式会社による内郷炭鉱の買収により、同社が当村に進出。以降、内郷は、 岩木炭鉱株式会社を中心とした常磐炭鉱の中心地となる。1913年には豪雨によって120名の死者を出したほか、1927年には町田港で火災があり、134名の死者を出した。第二次大戦中の1942年に調整を敷いて内郷町となった。 調整施工時の人口は28,593人、世帯数は5,788。1944年には、それまで村の主要炭鉱会社であった岩木炭鉱と、入山祭炭が合併し、常磐炭鉱株式会社が設立される。1950年には、再度豪雨によって被害があり、重工が浸水したほか、三鉱が水没した。 また、同年に、岩き京立病院が創設された。1954年には市政を敷き、内郷市となった。同時に、内郷村発足時から続く大技は、元より、町で終わる名称の大技内町を除き、新名称に、町を復帰する形で町となる。市青年の人口は39,751人、世帯数は8,232。また、 市政にあたって、市役所は、綴り町に設置し、1895年の、入山最短の創業などによって、炭鉱関連の職業に従事者が増加していた、美濃は村大技、高野を1955年に編入、同地域は、高野町となる。市政1年後の1956年には、常磐炭鉱関連の労働災害への対処のために、 福島労災病院を誘致することに成功したほか、私立の牛乳処理場の建設を行う。翌1957年には松茸、ベニマスの栽培や養殖、輸出向け和紙製造の育成の補助などが開始され、釣り堀や市営ヘルスセンターを開業する。また、市営ヘルスセンター設置にあたっては、炭鉱で発生する排気温水を利用することによって、実現された。 1962年になると、前年に発布された新産業都市建設促進法により、郡山上磐新産業都市の指定を受け、商工業者のベッドタウン的存在としての役割を担うようになり、公営住宅、住宅団地、工業団地などの計画が立てられた。1964年にはそれらの計画が実施されるが、一方で、 かつて市の主要産業であった炭鉱は、内郷炭鉱のみとなっていた。1966年10月1日には、周囲14市町村と合併し、岩木市の一部となった。ありがとうございます。